スタジオココアプロデュース、スマッシュケーキ撮影って実際どんな感じ？始まり始まり。実はお子様それぞれのストーリーがあって、みんな同じ反応をするわけではないんです。そこで新横浜店にいらしてくださったご家族様を3組ご紹介していきたいと思います。ぜひこれからスマッシュケーキ撮影をお考えの方は参考にしてください。1人目はこちらの男の子。最初からぐんぐん近づいていってくれました。自らケーキを触ってくれたので感動し、パパとママとスタッフで拍手をしたらまねっこ。でも初めてのクリームに不思議そうなお顔でした。お手手にクリームがついたままママの元へダイブ。ネックレスを握られるハプニングもあり、ママは叫んでおりました。でも楽しそう。安心するママのお膝でもぐもぐタイム。ほっぺたにもクリームいっぱいです。最後ははいチーズ。家族みんなで楽しんでくれた撮影でした。2人目はこちらの女の子。緊張気味でしたが、スマッシュケーキ前の撮影で慣れてくれました。まずはママからクリームを。あー、不思議そうにケーキを見つめています。この分かりやすい猫背が何とも可愛くて、何度見ても笑ってしまいます。ケーキに警戒心強めだったので、試しにほっぺたにクリームをつけてもらいました。泣いてしまった。初めてのクリームの感触、ベタベタしてなんだか気持ち悪いみたい。子供は泣き顔も可愛い。初めては誰だって怖いものです。今度はケーキを椅子に置いてみました。クリームがなければ元気復活。スタッフ調子に乗ってケーキを少し近づけてみたら、またまた泣かせてしまいました。ごめんねという気持ちもありつつ、お手本のような泣き方があまりにも可愛すぎて密かにキュンキュンしてしまったスタッフでした。3人目はこちら。可愛い二つ結びの女の子です。ぐいぐいケーキに近づいていきました。お手手についたクリームをパク。お味はどうかな？美味しかったみたいです。すごい勢いでもぐもぐ食べてくれました。お顔からケーキへダイブ。突然の顔面ケーキにパパもママもスタッフも爆笑でした。スプーンでも器用に食べられます。美味しそうに食べてくれるので嬉しくて、周りは大興奮でしたが、本人は黙々と食べ続けていました。ぴょんと立っている二つ結びがお耳に見えてきて、なんだか小さな怪獣ちゃんみたい。お写真を見返すたびにクスッと笑ってしまう可愛くてたまらない女の子でした。いかがでしたか？スマッシュケーキ撮影はご家族それぞれのストーリーがあり、お子様はみんな違った反応を見せてくれるんです。大きくなったらケーキは誰でも喜ぶものですが、1歳のお子様は反応が面白い。スタジオココアのスタッフは笑顔はもちろん、泣いていたり全力で嫌がっていたり、不思議そうなお顔をしている姿などありのまま全部写真に残したいと考えています。何年後かにクスッと笑えるような思い出になっていたら嬉しいです。